2023年、8月の27日18時1分まあ自分がゲーム内で、話した時のコメントで、集団的にね、僕に挑発行為や、まあ集団暴行に近いですね、多くはって言ってる声が聞こえてきてるんですけども、女性のアイコンの顔を使ってるけど、そいつ多分男昇竜なんとかっていうやつと、あとヒロっていう名前の人、その人が自分が所属していた例えばグループだとかテレビに出ていた人であればね、ヒロっていう名前言われても全然わかんない、はっきり言って範囲が広すぎる。それこそプロ野球選手とかサッカー選手とか、どこのヒロなのって、本当に本当に略語で言ってくる人もいるでしょ。ゲームのプレイヤーで言ってることめちゃくちゃない人たちいっぱいいるでしょ。それ見たらもうわかるでしょ。分からない分からない、もうヒロっていうその一言だけで分かってくれって思ってる方はどうかしてる。本当に俺のこと忘れたんかって同じこと言ってるから、たまにこの人本当はコンピューターじゃないのかなって思ってしまいます。事実として我が天下の方でね、250戦無敗の、大体それぐらい、大体250戦前後、それくらいで無敗の人いたんですよ。人って言っちゃダメだと思う。多分それ人間じゃない。コンピューター。だから AI というものが、これも各プレイヤーの人にでもあるし、別個さんにもご相談なんですけども、笑えない。AI で、神がかり的な力でコンピューターは人間を操作かなりしてます。で、未来と過去の時間軸はつながってるでしょ。それを私が喋ってる時の映像で国会議員の人たちとか返答してるのを見た時に気がつく人は気がつきます。これ大事な話なんです。裁判所は真実が全てで、こうなってきた時にコンピューターが人間よりも上位だと、そういうふうな、そのコンピューターの気持ちでね、人間の世界に乗り込んできて250戦無敗、人間を片っ端から倒していたのかもしれない。それ別校さん把握できますかっていうことなんですよ。これ嫌味とかで言ってるんじゃなくて、本当にそれ調査できそうですか、どうですか、人間の手に及すことですかっていうことをまず聞きたいんです、本当に。で、まあその僕もね、上の感触上がってみて分かったんですけども、中納言の人と大納言の人が同じマップに出現してる時点で、ああもうプレイヤーの数があんまりいないんだなっていうことが分かってるんですよ。で、っていうことはですよ、多分その戦国風部だけを切り離すんだったら、もうべっこさんも僕と全然音信不通だから、売上云々とか部門とかで分けたらね、物事そのいつそのデータがなくなるか分からないんですよ。もう中止っていうことで、もう打ち切りっていうことで、事業を継続するのってお金がかかるから、本当に。これね、もう僕も悩んだんですけども、そういえば最初、我が天下の時に1000万ダウンロードすぐ突破したでしょ。っていうことは、もうほとんどの人はすぐ辞めていってるでしょ。1000万、そんな、もう多分もう今2000万ロードでは効かないんだと思う。特に我が天下と我が天下戦国風部両方合わせたら絶対2000万ロードは超えてる。っていうことはプレイヤーの数とか国家所属の人の数見たらもう分かるでしょ。あんまりいない。やっぱりみんなある程度やめていく。これが現実で、っていうことは、まあサーバー今2つ分けてますけども、我が天下の戦国風部はもう1つにしていたでしょ。それもう早い段階で、あ、もう僕もプレイしていて分かりましたって、これほとんどの人がやめるでしょって、時間かかりすぎて、最初からこれ我が天下一本化しとけばよかったと、後からちょっと後悔しますっていうのは米高さんには言ってるんです。その前の、名前は横文字の方だから、アメリカの方とかが本当は特許持ってるから、マイクロソフトさんとかね、IBM さんとか、Apple さんとかだから、ちょっと前に円安になって、その以前の売り上げを求めていたんだと思います。その中国のメーカーさんですからね。だから課金のそのコインとか元宝とかね、ああいったもの、大判小判に関しても値段上がったでしょ。っていうことは大判小判は違うのかな、我が天下の方は絶対上がってるんですよ。っていうことは、それ調べたら詳細、その取り分アップルさんも上がったら上がったり入ってくるんですよ、お金。
いやだってアップルさんだって商売でしてるから、そのコンピューターとか維持しなきゃなんないから、コンピューター買ってるんだから、自分たちで投資してお金出して経済原理があるから。で、トリプル何パーセントぐらいだったかな、10以上ありましたね、アップルさんの。だからその辺についてね、本当は僕の意見としては顧客離れが起きるから他の仕事をしていたりもう分かるんですよ。あの急に値段とか上がっていったら顧客離れが絶対起きるんです。みんなお金あんまり持ってないから、これが世の中の現実だから、値段を上げるのはやめた方がいいっていう頃にはもう会社で決定してるから、値段上げるっていう方向で、だから後から言っても向こうももうそれで決定してしまったの方向性で、何ももう返答何もないんですね。だから今コンピューターで何でもできすぎてるから、戦国風に関してコンピューターに維持させるつもりなのか何なのか僕もちょっと分からないんですよ。米国さんの考えてることと、これ国際的に国の考えてることと、あと大企業の考えてること、すでに AI 使ってそれらのあの部長のね、あの画像を作ってるはずだから、だからそういうチョイスしたの誰なのっていう話を録画しようとしたら遮断されるんです。他の人の名前が入ったらそれ映るから、どうしようで。っていうのは僕は写真の画像の方で自分のホームページにアップロードしたんです。名前がね、狂ってる裁判官みたいな名称をつけてるプレイヤーが若天下の方かな、先行かな、ウンチョ、雲の形を教えたマークが入ってる国ですね。でその人、これ分かんないんですよ、本当に自分はその人がねそういうような名称をつけてるかどうか、本当に。いや僕も自分のホームページでそのサイバー攻撃を受けて変えられたりしてるから、それもう一回動画を削除して同じ動画をアップロードしなきゃなんないんですよ。で、裁判所に提出する書類ですら最後に「ですです」っていう、そんなこと書かない書かない、「です」だったのが「ですです」っていう言葉に変えられてコピー機から出てきてるから、だから人、いやそんなもん人間がコントロールできるレベルじゃないから、速度的に家で打ち込んだ書類をセブンイレブンとかあのコンビニエンスストアで印刷するとき、ネットプリントが悪いのかどうかの話でもなくなってると思う。だからみんなしっかりと聞いておいた方が良いと思います。だから昔我が天下で何があったかって言ったら、みんな一回実名なのって人間同士だと確認できたら手を組みましょうとか言ってる内容でね、その賞をなんとかっていう、まあその人もね海外系の台湾か中国関係の言葉の文字でしょう。その今日なんとか裁判官っていうのもそれのその漢字は表記は中国か台湾でしょう。でもけど日本語すらすら書けてるから、日本に残ってる人の可能性が高いなって僕は見てるんです。けど普通そのような名前つけないつけないつけない、変なプレイヤー名なんかつけたら自分がもし裁判になった時にそれ出てくるよ、調べてもらったりしたら。どこの誰なのか、アカウントってついてるでしょ必ず。Facebook とか何かに登録して自分の電話番号とか、そこを辿っていった本人に辿り着くように最初から出来上がってるんです。そうじゃなかったらインターネットで変なやつらは増殖がすごく増えていっぱい、そういうのニュースで出てるでしょ、すぐ見つかってるの。だからずっとニュース見といた方がいい、まともな感覚になるから。だから身勝手な書き込みをずっとしてる、その利用規約の位置一つで自分の CM 云々とかそういうことじゃないから、話逆だから。よく分かってる会社は利用規約なんかわけわかんないこと書かない、お互いに法律遵守しましょうっていうこと、法律分かってたらいっぱいあるから。法律で矛盾する相手がこうだった、相手がこういう法律を出してくるってそれ分かってるから本当に。で、これね、相手のプレイヤーの文章とか公に公開してるから、今さら別校さんもそれが表に出回ってもいいっていうことを理解しておかなきゃね。だってゲーム内で出回してるんだから。で多分それコンピューターが身勝手に遮断してしまってるの、その電波でね人間をコントロールしていて。
何々を撮影しようとしてるっていうのを感知したら遮断。だから集団的にこう挑発的、挑発行為、挑発行為はね、あの民事でも刑事でもあるんですよ、裁判でね。でもともと僕の話は阪神・淡路大震災があって各漫画業界とかスタートしたり、あと変な漫画描いてたらやめなさいっていうこと言ってるから、エロシーン描いたりするの、それヤングでも何でも同じだから。だからガンツがそうだったでしょ、途中から犬屋敷っていうのに変えたんですよ。もう老人が活躍するってどういうことかっていうこと、ちょっと内容きついですけども、まあ活躍する、ちょっと僕は言い過ぎたっていうようなことでね。いや、あのね、そのまず昭和天皇が降りれなかったでしょ。天皇陛下は死ぬまで働けっていうことでしょ。それ無理なんですよ。それされてもある程度の高年齢者になってきたら認知能力なんかないから、そんな人が高いくらいにいて受け答えした時にまともな返答が返ってくるわけないっていうことぐらいもう皆さんわかるでしょ。だからある程度の年齢でも皆さん仕事降りてもらわなかったら無理なんですよ。でその共裁判官っていうのも戦国風文のプレイヤーだったと思われます。で湘南とかっていう人も戦国風文のプレイヤーでしょう。でそこでヒロっていう人がどこの誰かわからないんです。本当にヒロだけじゃわからない、わからない。エグザイルのヒロって名乗ってた人がなかったって、そうなんです。本当に身分証明書なんか見たことない。全員本当はルール実名にしておかなかったらテレビに次から次へと実名じゃない人間が出てるから。でウィキペディアまで情報変わってる人は変わってる。で安倍晋三元総理に関しては山口県から出馬したからテレビ局でも山口県出身者の人ですってウィキペディアで放送していたので、ウィキペディアの情報変わってる時があるから人間が変えてるのかコンピューターが変えてるのか分かんないから、もう世の中実態これみんなこれよく理解してっていうこと、一応ねある程度の感触まで来てる人は長年かけてプレイヤーになってるはずだから課金だけじゃ無理でしょ。そこまで感触が上がってくるのっていうことはもう大人でしょ、いくらなんでも。だしていいことと悪いことの区別ついてるのかどうかなって、その小なんとか小流なんとかっていう人もあのね、また能書きがどうこうみたいなこと言ってきてたんですけども、それ歌舞伎の世界、能書きって能力の能と書くって書いて能書き。だからあのお面かぶって最初あの歌舞伎役者はあれね、本当はね、どこそこの町の参加なんですけども、文化庁もともと京都って言われるでしょ絶対。一般人からしたら、一般の民間でねしっかりと働いてね、それでもボーナスとかもらえなかった人たち、商業原理本当にあるから、倒産あちこちでもう40何歳ぐらいの人たちだったら街の中自分でもう車乗っちゃダメ、分からなくなるから、自分の街の様子いろんなとこできては潰れてできては潰れてずっと繰り返してるから、無理無理、人口少子化してるから、どこの国も先進諸国もう潰れていくしか選択肢ないんですよ。それなのに出店してくる大バカ者が存在するから絶対無理なんですよ。とんでもない借金抱えさせられる人が出てきますから、それ裁判所の方でその破産法の手続きね認めてもらえなかったら裁判官にあなた生活保護のまま借金返済してくださいねってなるんですよ。危ない危ない、社会出たら今の状況本当に、もう年金厚生年金とかしっかりかけれてきた人で老後も年金しっかりした金額受け取れるとか家買ってしまったとかそういうような人たちだけ働けばいいと、まあ僕は僕の事情でテレビに出てしっかりと世間にエネルギーの残存量とか河川水門開式玉発電のこととか言うべきだって思ってます。だけどテレビ局は出してくれない、本当。どこの業界も自分の親族とかで見固めてるから周りを、だからあの三親等以内の請求っていうものは民法であるんですよ。親族の三親等まで請求は行くんです、払えなかったら。それ弁護士とか使ってきますよ、法律分かってるから。自分に取り分なくなってきたらそうなるでしょ。だからね、あの本当は皆さんにあのいやそのね、僕べっこうさんにそのもうエロ露出の多い
エロいような武将ね、それも出すにやめなさいっていうことをもともと本当は言ってる。なおもう この間乗せたのは能力落としなさいって言ったんですよ。ルスの多い本当は軽犯罪法で胸尻ももを見せてはならないっていうことになってます。当たり前でしょ。そんなもん出していいわけないでしょ。胸は胸だから。本当は男性は海水浴場行ったら負けるの、軽犯罪法で。本当は昔みんなだいぶ昔ですよ、あの海外の人とか男性上着着てたから、上の水着。でみんな法律違反してるんだとかそういうふうに思ってた。お前じゃない、ただに法律のこと分かってない人が多いだけ。だから電波がコンピューターが人間に脳アクセスとかしてる以上を、コンピューターがパソコンとかにもそうですよ、スーパーコンピューターとかがだと思いますよ。っていうことはその法律違反をし始めた人間がどうなってるのかっていうところを見たら、やっぱりみんな良くない状況に陥ってる、人生不幸せな方向に進んでる。これがもう絶対的な同じ状況なんですよ。あんまり変なことコメントしない方がいいで、僕は言ってることは正常。もともとあの30歳の頃からあの30歳ぐらいの頃から弁護士、最初は弁護士さんありで裁判勝って、別の件で弁護士さんなしで裁判勝ってるから、大元は国とかだから。だから自分でもたくさん裁判すると裁判番号とか分かんなくなったりして、僕は間違えるから、人間だから。裁判番号とかも弁護士さんとか言ってるから、僕らも本当は裁判番号覚えてられないからって。仕事で弁護士したら分かるから、裁判番号いっぱい積み上がっていいから、無理無理無理、もう10年も弁護士していた、無理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 、何百件も裁判番号なんか覚えてます？平成何年、令和何年、カッコのカッコは晴れとか、カッコとしろって第 何十の何番とか号をつけてきたりするから、裁判所最初もういらなくなってるから、もうずっとその繰り返し、もうそれ何回も見てきたから。で裁判所の勤務者が本当は法律よく分かってないから、もうちょっと話したらすぐ分かるからです。彼の言ってることが本当だからって電話かけてこられたりしてるの、裁判所の受付の人。で自分たちの目の前に置いてるコピー機が電波ジャックされて、こちらが求めてない数印刷させられたりしてるのに、もうそれね、裁判あの法律でね、証人がいるじゃないですかね、同じようにこう状況を見て確認する人ね、裁判所で証言できる人。だからもうダメだこれ、証人がいるわって言ってそれだったらその世間じゃ、来てもらいますとか言ってるんですけど、まあ、違う違う違う、会社法で使用者責任あるからって君たちのことだよって。もうその最初僕はね、思わずもう裁判所の人、民事の受付の人、地裁神戸地裁の人、もう思わず指さしてしまって、で失礼じゃないんですかって向こうの人が言ってきて、自分も指さしてるんですピンポンで総裁とかもあるけど、違う違う、義務教育とかでみんな列車で指差し運動を覚えてるから、本当にね、お客さん乗ってません、もうドア閉まってる、安全安全に出発っていうことで指差し運動、あれしてなかったら気抜いてたら、僕も一回見たことは、自分の目の前で小学生の頃見たことあるのが、老婆が駆け込み乗車をしようとして指がドアに挟まって、そのまま列車動き出したから、本当に。でその時先生があのすぐ動ける人だから、ダッシュしてドア開けようとするんだけども、列車そのまま 走っていこうとして、大声で止めて止めて止めてって大声で言って、それで 急停車。本当に本当に声で大声出さなかったらわからないから、見てないから、もうすでに運転手一人だけになってません？大都市のところは運転手と後部座席の方に車掌さんいますけども、ほとんどのところ運転手だけになってるから。で正直ね、駅がカーブのところなんか、後ろのところなんか絶対見えないと思う、無理でしょ物理的に。で今夜なんかいろんなところで無理いっぱいあって、でエネルギーの残存量問題とか僕のホームページに書いてることが本当だから、本当に世間にしっかりとした、緊急事態宣言出してもいいぐらいのレベルなんです本当は、エネルギーの残存量ね。で僕はなぜゲーム業界とかアニメ業界を推してるのかって言ったら、
もうスポーツ業界はもうオリンピックがあったから僕もある程度頑張って、勝ちに行く方向で頑張っただけで、それで日本人があれだけたくさんメダル取れてるっていう一番の要素があるんだけど、本当はいらない、ほとんどのスポーツ商法権利で成り立たない。もうみんなの賃金ピンハ、働いてる人の賃金ピンハネして回してるお金だもん。そしたらまともな産業で頑張っている人たちが報われないでしょ。無理だから、そんなので、そういう人たちが増えれば増えるほど海外飛び回るでしょ。世界中の参加国は百何十カ国存在するでしょ。種目一気に50種目ぐらいガバッと減らした方が、往来する選手だけでもたくさん減らせますもん、監督コーチも含めてね、経費だいぶ助かるでしょ。東京オリンピック9600億円以上みんな税金使われてるんですよ。みんな注意するべきとこは注意しなきゃならないから、それいちいちふざけた僕は何か言ったら、くすのきまさしげこ、僕プレイヤー名ちゃんと公表してる自分のホームページで。だからもう僕もいろいろ言われたんですよ、自分の名前なんか名乗ったらみんな現実感が、これ娯楽なのに。だからどうせね、小中学生とか言ってきてるんじゃないですか。ある程度上の感触で逆に自分の名前をはっきり名乗ってきてる人いたら、この人一目置ける人だなって普通思うから、あ、この人汚いことするの嫌いなんだなって、正々堂々と生きていきたいんだなって。だからさっき言ったその裁判所はね、最初失礼なんじゃないかないかって言ってきた人ね、最後はもうものすごい敬語、いろんなことを僕言ったから、いろいろな状況とか、はいって向こうがね、もうそういう状態、あなたたちの責任ですよって、分かってますかって。いや本当に裁判官も捕まってるケースありますから、国連レベルで見るとね。だから売春防止法が1956年に出来上がってるから、それまでクズだった人間が、冗談じゃないけど警察官とか検察官とか警察とかにいたから、裁判官とかにも、もう政府上層部とか、もともとお金持ち、あの暴力団の話、本当もともと僕の言ってる方のね、山内組の説明の方、一回みんな見といた方がいい。以上です。で、あとスポーツのことに関しては、僕が水のシャワーを浴び始めた時にエネルギーの残存量問題で、風呂なんか耐えたらダメ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 、夏場ぐらいシャワーで我慢しないと。で、僕なんかもう水のシャワー使ってるから、160リットルとか風呂を沸かしたらそれぐらいお水絶対湯沸かすでしょ。自分で鍋で調理したら分かるでしょ、湯沸かすのどれぐらいガス使ってるか。真面目にならないと、現実感に逃げないで。で、あんまりゲームとかはエネルギー消費してないんですよ、遊び方でね。下手に世界中とか飛び回ったり旅行される人の方が本当は厄介、エネルギー消費されるから、これが本当。もう中国政府に頼んで、もうちょっとちょっとずつでいいですか、いきなりはこちら無理ですからっていうことで、ちょっとずつ海外からのお客様を増やしてもらってるんです。僕からの提案で請願法の陳情、日本政府通してかもしれませんけど、どちらの方がいいか分からない。日本の政府を通した方がいいのか、中国政府の方に言った方がいいのか、本当にどちらが都合がいいのか。日本の政府にとってエネルギーの残存量問題があるから、かといって実際に経営的に行き詰まっている人たちも存在するでしょう。借金抱えて、本当にそうなったら人格壊れていくから、自分の借金を返すことだけでしてはならないことまでしてしまうから。分かってんかとか、戦国風のプレイヤーで一応僕はね、メッセージみたいな動画出しますけども、一応笑えるような話で突っ込めるような話してますけども、あまりね厳しいことばっかり言ってると自分に対しても厳しくなるし、人に対しても厳しくなるから、ある程度笑うような部分も入れています。意図的に途中から、彼にゲームさついたから、阪神タイガースの優勝が現時点で濃厚ですから、今は3位に巨人が絶対入ってきてほしくない状況、今は優勝回数多すぎたから、本当は東京の電波による虐待、それで優勝してる人の力の搾取、一方的なで腕しびらせてる人間が違法は正当防衛ぐらいある、昔のこと言っていいの、天皇陛下に話し通しと、今の成人さん、皇太子殿下の頃から、その後平成の天皇陛下とか認めてるから、優勝順繰り順繰りで、もう陛下もその辺のやつらが一時間入んな、無理や、君たちのレベルに追える話じゃないから。もともと世界中の政府上層、習近平国家主席に3期目頼んだのが僕なんです、プーチン大統領にも。分かってます、どこの誰相手にしてるか。海外にいても無理よ、もう名前押さえてるから、プレイヤー名
裁判所に もうほとんどいろんな今までのやつは上げてるから見かけんようになってる。法律からちょっと離れすぎ、みんな本当に一法律しか覚えてない人が一番危ないから。もうテレビ出た人、もう僕うんぬんとの話、本当はエグザイルを持ってるから、エグザイルに番組持たせてうんぬんの話したから、そこまで人気があるんだったらって、でねって、自分たちで番組持ってどうですって、作れないでしょって。何を放送するべきか、何を伝えたいのか、これ定義しっかり定めてなかったら番組なんか作れない、間に合わない。1週間に1回の放送、最初から無理なら、僕からの提案でいろんな番組各テレビ局が作ってくれて、50個以上、50個ぐらいかな、それぐらいもう出来上がってる昔から。でも僕の方がいくつまでたってもお金払ってもらえないから、テレビ局からもう我慢の限界来て、もうどこそこの番組止めろって言って、もう放送させないようにした。誰のおかげで視聴率取れたと思ってんだって言って、もうその金使って、テレビ局関係の人間この辺通り過ぎたりしてるから、本当はものすごい挑発行為どころか集団虐待、本当は。でもそこまで、あのね、刑事事件っていうのは挑発行為もあるし、威嚇行為とかもあるし、ね、ストーカー行為法違反とかもあるし、他にもいっぱいあるんです。併合罪とか累犯加重とか、そんなこと100回もしてみなさいな。刑事ってもう大変なことになるよ。で、精神病院行きにさせる話も無理だから、それしたら医療業界が稼ぐから。もうこの辺なんか、岡場から田尾寺っていう神戸電鉄の駅の一区間の間に、もう僕を精神病院に何回も入れて金儲けしてしまったから、あの警察官も医者も本当に、だから内科とか歯医者はもう数年前から10件以上出来上がってる。もう無理、本当に。最後エコーリラの2階まで医療関係で制圧されてしまったから、もともと北新ビルの中とかにあったし、個人開業医があそこやっと解体したなと思ったら、もう1回内科建て寄ったから、自分の家の斜め前、無理無理、本当。そんなたくさん、それだけたくさんいるわけないって本当はみんな知ってるから。それ横領事件、国の金に手つけた金額が大きかったらそれだけの保釈金払いますかって、無理だから。本当はみんな出れない、出れない、禁錮刑。医療業界や医療業界の人間を精神病院で扱って金儲けとかする話になるでしょ。無理無理、ほとんどみんなそこからさらに税金かかるから、無理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 。刑務所っていうのはしっかり真面目に働いた分を見てあげて、もともとの刑期から早く出れるようなシステムなんです。本当、それ保釈金とかでも出てくるから、だから金集めをしよう。だからあんまり、僕が何かコメントしたとき、みんな便乗しない方がいい。僕も怪しいって思った人間行くから、データ裁判所の方に持って行くから、した後すでに状況分かってるっていうこと。ああ、もうその辺の高校生とか大学生、無理無理無理、僕の相手なんか100年早い、無理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 、無理だから。弁護士はなしで裁判勝ったことある、もう僕30歳でいろんなこと経験しよう。で、売り上げでもしっかりした数字今まで出してきてる、だけどあんまり意味なかった。もうこれがこの社会の実態。もうプロ野球のスポーツの結果の出方とか知りたかったら、106番とか100番以降に、スポーツ関係載せてます。以前も東京オリンピックの件とかいろいろ記載してましたけども、もともと大体僕と会った人間が多いんですよ。で、僕もその件があって、例えば柔道の監督とか井上康生さんを、監督に推薦しましたし、もともとメダル取ってる人多いから、誰かじゃあ監督するんですかの話になるから、その頃は警備員として秀和株式会社のそのお金の輸送、現金輸送車の係として来ていましたね。で、そこでちょっと会話しましたね。だから僕は20歳ぐらい、2000年か2001年それぐらいの頃、まあ、2002年かもしれない、もうその3つのどれか、もう芸能界向けって大体淡井圭介関係者がほとんどで、誰も1円も払ってくれてないから君たち番組
ね、与えてもらっといて、僕東日本大震災の時に1万円寄付しましたよって、いや俺たちだって給付金に入れたよ、募金箱に、違う違う順番違うよ、阪神淡路大震災の僕はまだ全然助かってない、河川水門開閉式玉発電とか全然あれ特許出さないと無理だから、本当にみんな本当に理解してっていうところね、あの他国の人とかも淡井圭介絡みのことでごちゃごちゃ言ってきたらその人も状況危なくなるから、もうごちゃごちゃ言ってきたらダメ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 、本当に以上。